B リーグ2020-21 シーズン B1 第9節、広島ドラゴンフライズ対宇都宮ブレックスのゲーム1。会場は広島ドラゴンフライズ今日ホームとします、広島県福山市にありますエフピコアリーナ福山で行われます。このエフピコアリーナ福山、2019年の12月に完成されました。この会場で行われる B リーグの試合は今日が初めてということになります。今日のゲーム1、そして明日のゲーム2、両日ともに全席完売のフルハウスというのがすでに発表されております。放送席ご紹介します。解説は徳山大学女子バスケットボール部ヘッドコーチ本安洋一さん、実況森拓までお送りしてまいります。本安さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。会場、新しいアリーナですけれども、雰囲気もまた綺麗ですね。そうですね、バスケット見るには非常にいいアリーナだと思いますね。はい、会場のこのアリーナの四隅にはこの福山地方の、特産でありますビンゴガスリのタペストリーも掲示されているというこのアリーナです。それでは両チームの順位表です。今シーズンは東西2地区に10クラブずつが分かれて B1 のチャンピオンを目指します。 B1 初挑戦の広島は4勝9敗で西地区の7位、一方の宇都宮12勝1敗東地区の首位、現在8連勝中という、本谷さん、強さを誇ってますね。そうですね、やはり勝ち切る力っていうのが素晴らしいですね。はい、強豪揃いの東地区の中でわずかに千葉で一つゲームを落としただけの12勝1敗というこの成績、どうご覧になってますか？いや、本当にこれがどこまで続くのか楽しみですね。ああ、そうですね。さあ、それでは宇都宮の前節の試合を振り返ってまいりましょう。この試合までに7連勝と勢いに乗っているこの白のユニフォーム宇都宮だったんですが、本谷さん、前節は非常に苦しみましたね。そうですね、秋田が非常にいいバスケットをしてましたので、それにかなり苦しんだと思いますね。はい、フィールドゴールの成功率が 33.3%、 なかなかシュートが決まらないという時間帯も多くありました。そうですね、我慢の時間帯が非常に長かった試合だったと思います。その中でターンオーバーも15、安西ヘッドコーチも課題はありながらも勝ち切るのが今シーズンの目標なので、そこは評価したいと話した前節です。その中でこのイカルガのスリーポイント、お弟さん、試合終盤にいいところで決まりましたね。そうですね、本当に勝負どころで確実に決めてきましたね。この第4クォーター、65対65、残り40秒切ったところで出たこのスリーポイントシュート、見事に決めましたこのイカルガ。前節は今シーズン最多の17得点、スリーポイントは4本沈めたというこのイカルガの活躍もありまして、宇都宮が接戦を制しました。それでは宇都宮のロスターです。このロスターを見ていても、本谷さん、セカンドユニットも含めてタレントが揃ってますね。そうですね、本当に誰が出ても遜色ないプレイヤーが揃ってますね。はい、その中で成績12勝1敗という成績を叩き出しています。今日のスターティングファイブです。このあたりはこの宇都宮の安定したスターティングファイブということになります。イカルガ、比江島、遠藤、そして、ライアン・ロシター、ジョシュ・スコットというインサイドの選手です。この中で本橋さん、注目選手誰にしましょう？やはりイカルガ選手ですね。もともと広島にもいましたし、前節の活躍が見て本当に楽しみですね。はい、イカルガにとってはこの、福山に今日は足を運んで、この広島のブースターの前でもどんなゲームを見せるかということになります。宇都宮のヘッドコーチは安西隆三ヘッドコーチです。11月最後の2試合勝ち切って宇都宮に帰りたいと話した安西ヘッドコーチです。11月は5試合すべてアウェーを戦うというこの宇都宮。さあ、それでは続いて迎え撃つ広島の前節の試合です。白のユニフォーム広島、こちらもアウェーゲームでした。映像にこれ あるように、39歳ベテランの浅山が本当に攻守にハッスルしましたね。そうですね、本当に全てのショットも決めましたし、本当にオフェンスもディフェンスも全てにおいてチームの支柱ですね。今武田さんからご紹介もありましたけれども、前節はこの浅山スリーポイント3本を含むシュートを全て成功という、ですからもですはフィールドゴール成功率が 100% だったんですね。なかなか珍しいですね、それは本当に。このスリーポイントシュートもあり、非常にシュートタッチも良かったというこの浅山。さらにはこのシュートだけではありませんでした。アシストも5、スティールが2、リバウンドが2、まさに攻守に貢献したというこの大ベテランの活躍でした。浅山、今シーズン自己最多18得点の活躍、広島が快勝しています。では本谷さん、今日の試合キーマンとなるプレーは誰になるでしょうか？い
やはり今お話にあった浅山翔吾選手ですね、はい、B1 の宇都宮と対戦できるので非常に楽しみだと思いますね。前節今シーズン最多の18得点、この浅山が話していたのは B1 でやれることを証明しに来たのではない、 B1 で勝つために僕たちはやってきたんだと、そう話します。その広島が、本谷さん、宇都宮に対してどんなゲームを見せるのか楽しみですね。そうですね、やはり出だしが非常に肝心になるかなと思いますね。出だしが肝心、なるほど。さあそれではこれからこのアリーナでも紹介されます広島のロスターです。まあ、このロスターで見てみましても、本谷さん、最近このトーマス・ケネディ選手のシュートタッチが非常にいいですね。本当に大事なところで確実に決めてくれますからね、頼もしいプレイヤーですね。前節26得点のゲームリーダーです。スリーポイントは4本沈めまして、スリーポイント成功率が前節 57.1%、 シーズンを通してもこのトーマス・ケネディがシーズン 42.9% のスリーポイント成功率、リーグ8位まで上げています。まあ、このトーマス・ケネディは今日ベンチスタートというところで、まあ、どのタイミングで出てきて、そして本谷さん、そのいいところでチームにとっていいところで決められるかというところですね。そうですね、やっぱり勝負どころが分かっているプレイヤーですので、はい、そこで確実に点を取ってくると思いますね。トーマス・ケネディ、日本でのこのプレーも10年目になります。帰化申請はすでに受理されています。今シーズン中に、帰化選手として登録が見込まれるというこの映像を捉えています、トーマス・ケネディです。さあそれではこれから広島ドラゴンフライズのスターティングファイブがアリーナ紹介されます。今日の広島ドラゴンフライズのスターティングファイブが紹介されました。広島は堀田武史ヘッドコーチです。今日のこの宇都宮との対戦に関しては、相手は東地区の首位、自分たちが出せる力以上のものを出さないと勝てないと話しました堀田ヘッドコーチです。今日の審判はクルーチーフが堀内潤、ファーストアンパイア甲斐沙耶香、セカンドアンパイア橋本圭一、三振によってこの試合がコントロールされます。さあそれでは今日の試合のマッチアップということになりますけれども、本谷さん、このマッチアップ注目するポイントはどこになりますか？ポイントガードのところがですね、どちらもフィジカルのディフェンスをやってくるプレーですので、はい、そこのマッチアップが楽しみですね。広島は岡本、そして宇都宮は鵤が、両者とも本谷さん、こうディフェンスが非常に定評のある選手同士ですね。そうですね、かなりバチバチとやり合ってくるんじゃないかと思いますね。まあ、この鵤はこの宇都宮のディフェンスの要とも言える選手です。まあ、今ディフェンスのお話ありましたけれども、本谷さん、こう宇都宮がリーグの平均失点が69、最少なんですよね。そうですね、本当にチームでよく守ってくるという印象がありますね。はい、一方の広島は平均得点が 80.7、 これはリーグで8位という、まあ、攻撃力を誇っている広島ドラゴンフライズです。広島対宇都宮、広島の NBL 時代2シーズン天皇杯で対戦もありますが、まだ広島の勝利はありません。さあ今日はその歴史的な扉を開くことができるか広島、跳ね返すか宇都宮という一戦です。ティップオフ、ティップオフされました。宇都宮のボールからまずは、あ、本谷さん、これは今イカルガにはマーフィーがついてますね。そうですね、ポイントガード同士ではないマッチアップになってますね。はい、ライアンロスター、そのライアンロスターにトレーラーがついてボールが回る、いい、エンド、スリーポイント決めた。いいですね、しっかりボールを回して確実にコーナーのスリーポイント決めてきましたね。オープンになってましたね、
宇都宮遠藤のスリーポイントでファーストゴールを挙げています。トレーラーがボールを運んで、おっとこれはヒカルがボールに触る。ディフレクションというのは非常にオフェンスって嫌なんですよね、はい、テンポがずれてしまいますので、いいディフェンスですね。裏を通そうというところ、エチェニケ触るはない、自分で拾う、マーフィーからトレーラーのシュートは決まらない。やはりいいですね、宇都宮ディフェンスが連動して守ってますね。そうですね。ロシターから比江島、こちらも裏を狙っていくスコット、ゴール下決めていきました。最初のポジションを取るところが素晴らしかったですね。確実にシールして抑えてボールもらえることができましたね。はい、ゴール下はスコット対エチェニケというマッチアップ。ここは岡本対イカルガ、ピックアンドピックを使っていってシュート、ジャンプは決まりません。いいショットだと思いますね。ゴール下から作っていくスコット、下がりながらのシュートはエアボールになりました。ただこれは宇都宮ボールになります。ちょっとキャッチができなかったですね、もったいなかったですね。はい、ゴールしたトレーラーボール触ったんですが、そのボールがエンドラインを割りました。ここまで2つのゴールを宇都宮、広島はまだゴールありません。比江島ターンしていって外に出すライアン・ロシター、ショットブロック残り4秒3秒、ハーフショットになった、笛がありました。ファールは広島の24番田中誠也のファールです。宇都宮がですね、はい、スクリーンをしっかりとかけているので、やっぱり広島の選手がそれを追っかけていくのですね、なかなか体力を消耗していくと思いますね。あ、そうですか。ライアン・ロシター、フリースロー成功率は 52.7%、 少し苦手としています。1本目ゴールネット揺らすことができません。と一息ついた。2本とも決まりませんでした。そう、ちょっと短いショットが2本ともついてしまいましたね。はい、岡本からエチェニケ、エチェニケが高いところにいます。ここからマーフィー、さあマーフィーがドライブしていった、プレーがありました。今みたいなのマーフィー選手らしいプレーですよね。そうですね、ディフェンスがいて もう構わず向かっていくというところで、はい、いいプレーですね。小手さん、これがマーフィーの持ち味ですかね。そうですね、相手がどんな選手であって もう果敢にアタックしていくという、もう最低でもフリースローもらってくるというところで、はい、やっぱ広島はこういったところを起点になるんじゃないかと思いますね。武器は速さと話します、このアイザイア・マーフィー。フリースロー1本目決めました。あのホッタヘッドコーチからも持ったらプッシュしろというふうに茂手さん言われているようですね。そうです、やっぱりそれが彼の持ち味を一番生かすプレーだと思いますね。2本とも決めました。さあロシターが持っていきます、宇都宮このポゼッション、トレーラーがつく、2人行く、ああいいですね。おっとこれ田中誠也カット、中に戻すか、ライン割っています。いいですね、ダブルチームいたところをちゃんとパスの出どころに対してカバーしてましたので、はい、非常にいい連動のあるディフェンスでしたね。トレーラーと岡本ダブルチーム、そのパスコースに田中誠也が飛び込んでいきました。そうですね、まあ、チームで守るというのは堀田ヘッドコーチも常に話しているところ、そこが本谷さん、こう広島の課題でもあったわけですよね、ここまでは。そうですね、やはりそのあたりを一番ポイントとして練習してきたんじゃないかと思いますね。はい、スコットから遠藤、ちらっとスコットを見て自分で行った、レイアップシュート決めました。もうスコット選手がスクリーンをしっかりかけてるんですよね、だからそこついていけないですね、はい、ここは高い位置から宇都宮ディフェンス持っていく、岡本、トレーラー、アイザイア・マーフィー、ゴール下エチェニケとスコットがやり合っています。中に入っていく動きは田中、外に出す、スペースが広島の選手が全員右側に、ああそうですね、マーフィーが行く、トレーラーリバウンドから今下から入ったということですね、リング下から通過してしまいましたので、はい、そのボールですね。その前のところですね、広島の選手が5人とも右サイドにいるっていう、かなりバランスの悪いオフェンスになってしまってますので、そのあたりを気をつけたいですね。あ、いいですね、岡本選手、激しくいきます、激しいですね、激しくいきます、
ポイントガード同士のやり合い、ただここでビカルがフリーになっていた。素晴らしいですね。最後岡本選手もうちょっと手を上げればディフェンスとして良かったんじゃないかと思いますね。ここで広島タイムアウトを取ります。ここまで宇都宮が7ポイントのリード。しっかりとディフェンスをしていきます。これが宇都宮のディフェンスです。この固いディフェンスをこじ開けることができるか広島。田中誠也、そうですね、でも手も足も使ってハンドワーク、フットワーク非常にいいですね。ディフェンス素晴らしいです。スポットで勝負しようというところ、ショートクロック1秒、シュート打っていった。リバウンド伊方が後ろからトレーラー手を出していきましたが、宇都宮ボール運びます。比江島のステップ、フローターのシュートになりました。うまいですね。いや、さすがというプレーが出ましたね。その前のディフェンスもやっぱ素晴らしかったですね。ディフェンスからオフェンスの流れが非常にいいですね。はい、非常に攻守の切り替えも早いという宇都宮のディフェンスからのオフェンスでした。さあ、さらにリードを広げている宇都宮、広島はマーフィーがアタックしていく。中入れないですね。かっちりと固めてましたね。いや、素晴らしいです。ルーズボール、ライアン・ロスターから比江島のスリーポイント決まりました。広島の選手ですね、ショットのところに手が上がってないんですよね。宇都宮選手というのはかなりハンドワークがいいので、足だけで手も使ってディフェンスをしているんですよね。広島選手ちょっとそこまでが今まだできてないですね。ですからかなり楽に打たせてしまっている。そうですね、やっぱり手が下がっているっていう。おー、素晴らしい。あーっと、スコットのブロック。バスケットのフットワークも大事なんですけど、ハンドワークのところですね、手をいかにうまくその高く上げたところで使うかっていうところですね、はい、ジョシュ・スコットのブロック。ドラゴンフレーズ、選手が変わりました。岡本に代わって田渡が入っています。テンポを変えたいところですね。あーっと、これも手が出てましたね。そうなんです、やっぱり手、ハンドワークですね、はい、裏を狙ってくるカットイン。スコットからイカルガへスクリーンを使います。ここやっぱりスクリーンが非常にズレができました、はい、いいですね。ズレができたところのイカルガのスリー、ただこれが落ちて広島ボール。トレーラーが自分で行きました。体を当てていったんですが笛はない。そうですね、スコットリバウンド。スコットからロスター、いいプレーですね。あー、ここワイドオープン、遠藤のスリー。遠藤がリバウンドを取ります。もう一度作る比江島。あ、ここもスクリーンかかっています。いいです、ね、ロスター中に入っている。決まりました。シンプルなんですよね、宇都宮のオフェンス非常にシンプルにいいフロアバランスで攻めてきますね。シンプルなんですが確実にスクリーンからフリーの状態を作っています。田渡りから浅山、田中のスリー、笛があってスリーポイント。スリーポイントシュート中のファールです。フリースロー3本与えられます。ここは確実に決めたいところですね。やっぱりこうやって2人とも手を上げていくんですよね。やっぱ簡単にショットを打たせないっていう、ああいうディフェンスってやっぱ相手にとっては脅威ですね、はい、ここは宇都宮がさすがのディフェンスを見せています。宇都宮スコットに代わってジェフ・ギブスが入っています。相当宇都宮ディフェンスをトレーニングされているなっていうのを感じますね。そうですね、簡単にショットを打たせるなっていう、はい、中に侵入させるなっていうところを徹底してますね。前節までの平均失点が69、リーグで最も失点が少ないというのが宇都宮のディフェンスです。田中1本目、
ボールが落ちています。2本とも落ちた。次が3本目。前節が終わった後は非常に修正する部分がたくさんあると話した安西ヘッドコーチです。3本目は決めました。ただ第1クォーターこの時点で16対3、宇都宮が13ポイントのリードを奪っています。イカルガ対ここ比江島、いいですね、いいスクリーンですね。はい、ディフェンスが変わっています。中に入れるロシター対トーマスケネディ、外に出してイカルガ、ここも比江島スリーポイント決まりました。その前もギブス選手がイカル選手に対していいスクリーンかけてるんですよね、はい、では簡単にボールが回ってしまいますね。そのスクリーンの後でボールがよく回りました。宇都宮田渡り、ここは広島ズレを作りたいところですが、まずこれ田中誠也ショットブロック残り6秒で打っていって決まりました。田中のジャンパー、難しいショットですが決めていきました。 LJ ピークトップの位置からイカルガ、あ、ここにギブスの選手のスクリーンが、もうあれは動けないですね、動けないですね。ギブスのスクリーンからやはりイカルガのフリーができていました。田渡り、中に出る朝山、ここはトーマス・ケネディのスクリーンを使って田渡り、そして中、バウンズパス通していったんですが、ここは LJ ピークにファウルがあります。やっぱりああいうパスに対して、あとは人が入ってくるとに対して宇都宮は本当に非常に反応が早いですね、はい、ペイントエリアに簡単に入れさせないというところは徹底してますね。はい、まあ、安西ヘッドコーチ、11月5試合すべてアウェーです。11月最後の2試合勝ち切って宇都宮に帰りたいと話しました。前節から今日は中2日というゲームです。朝山からイチェニケ、トーマス・ケネディ、田渡り、イチェニケ、中に朝山がいましたが、おっと強引に行った、リバウンドギブス、テーブス回です。テーブスがボールを持ってターンして決めていきました。素晴らしいですね、自分でこじ開けましたね、見事なプレーを見せました。時代を担う日本代表候補テーブス、田渡りのショット、一抜けリバウンド、ゴール下2人いるところ、強引に行きました。手を下げたという判定ですね。ちょっと厳しいなという気はしますけれども、はい、まあ、手が下がっているということでレフリーの方の判断ですね、はい、ここで、まあ、そうですね、もう少し上げろというところなんですね。もうまっすぐに真上に上げろということだと思います ね。ジェフ・ギブスのファウル、一抜きにフリースロー、ツーショット、1本決めました。こういったところ、茂手さん、やはりフリースローしっかり広島決めていきたいですね。そうですね、今あの宇都宮のファールが増えてきてますので、フリースローのチャンスがこれから出てきますから、はい、まあ、ここですね、もったいないですね。確実にフリースローで点取っていきたいですね。広島は2本目外れました。ジェニケ、宇都宮チームファールが4になっています。渡辺が入っています。渡辺、ギブスのスクリーンを使って、ここで3リバウンド、ルーズボールになったところ宇都宮ボールです。ギブス選手は一転的にかなり小さいんですけども、はい、体のところでは全然負けてないですね。あ、そうですね、ギブス身長188センチ、一転的2メーター8センチ、20センチ差っていうのはかなりあるはずなんですけどもね、はい、それを感じさせないプレーですね。このあたり、このパワフルなプレーを見せます4番の宇都宮ギブス。テーブスがドリブルでいって、リバウンド、早く攻めたいですね、はい、浅山、トーマス・ケネディ、コーナー3は決まらない、ライン割りました、広島ボールです。やはり前節もあのディフェンスからブレイクで広島はあの勢いをつけていましたので、はい、今みたいなところで確実に決めていきたいですね、リバウンド、田渡りから3をトーマス・ケネディ狙っていったんですが、さあもう一度広島のオフェンス、
田中誠也、この3はリングに当たりませんでした。ちょっと宇都宮と比べてしまうと広島のスクリーンはすごいソフトなんですね。ディフェンスが簡単にすり抜けてしまってますね、さあここはどうか。 LJ ピーク、ギブスが来る、ファイトを回していこうというところ、あっと外ワイドオープン、渡辺のスリー決まった。ピークがやっぱりついていけないんですね、確実にスクリーンかけてきてますね、そのスクリーンの差というのがこのスコアに出ているでしょうか。トーマス・ケネディから中、エチェニケゴール下、決めました。さあ早いテンポでオフェンスを仕掛けている広島、ですから広島としてはさ、ここをしっかり守れるかどうかというところですね。そうですね、今ハーフコートのところでは確実にその分がありますので、その後ですね、まずはしっかり守りきりたい。ギブスが行きました。そうですね、もう決められたでも早く攻めていきたいですね、ここは早くなっています。トーマス・ケネディから田中誠也、エチェニケ、このスペースがみんな高い位置にいますね。そうですね、コート全体をうまく使えるといいですか。今左に田中、ここでトーマス・ケネディのスリーポイント、彼得意なところですけどもね、今のところは、ジェフ・ギブスゆっくり使っていこうという宇都宮。 LJ ピークのこのジャンパーはリバウンド、トーマス・ケネディ、さあ朝山が走ります。朝山にボールが出た、決めましたね、この形を広島取りたいわけですね。そうですね、今ディフェンスのところでも田原谷選手がビッグマンについてた人も素早く変わったりとか、そういう臨機応変なプレーができてきますので、ここからちょっと広島良くなってくるかもしれないですね、さあこの宇都宮のオフェンス、テーブスに田渡がしっかりとついています。 LJ ピークに対しては朝山、ギブスのスクリーン、ここはスイッチしました、スイッチしてギブスのスリー、おーっと決めてきた。そうですね、スイッチするのであれば早く行かないと、もう今みたいなワイドオープンできてしまってますからね、田渡り、エチェニケの、このスクリーンはしっかり決まりました。その後ですね、せっかくかかったんですけども、その後の連動が今少なかったですね。残り第1クォーター終了です。第1クォーター宇都宮、その自慢の守り強さを見せました。29対10、宇都宮リードです。ところですね、そうですね、オフェンスのスクリーンの精度もそうですし、ディフェンスのハンドワーク、フットワークのところもそうですし、どちらも今宇都宮の方に分がありますね、そのスクリーンという話が一つ象徴的にあったんですけれども、宇都宮はこうしっかりとスクリーンを決めて、その後の攻撃も多彩でしたね。そうですね、やっぱりフィジカルコンタクトですね、まず体をしっかり当てているので、それに広島の選手たちがですね、かなり消耗させられているんじゃないかなという感じがしますね、さらに対照的だったのが広島のスクリーンが少しソフトになっていると。そうですね、宇都宮選手たちはもう簡単にスクリーンをすり抜けることができてしまってしまいますね、第2クォーターです。広島はポイントガード古野が入っています。古野、マーフィー、トーマス・ケネディ、朝山にトレイラーという布陣です。宇都宮、ここは竹内、テーブスでしたね、テーブスが、ここから竹内に渡る、決めました。で広島がこういうプレーをやりたいところなんですけどもね、完全にやられてるわけですね。そうですね、マーフィー対 LJ ピーク、マーフィーからケネディに入りました。ケネディが自分で行く、いいですね、
ぱりついていって手を上げ続けられるというのは素晴らしいディフェンスですね。はい、リブスから竹内が走り込んでいく。渡辺、テーブス一旦作り直す。竹内を呼びます。このスクリーンを使ってシュート打っていきました。テーブス、はい、もう浅山選手後ろにしか行けなかったですね。前の方に出ていけなかったですね。はい、ですからスクリーンがしっかり決まってるわけですね。そうですね、その後ドリブルもついてこさせないようなドリブルをついてましたので非常にうまかったです。浅山ウイングの位置からトーマス・ケネディ、フルノ、さあここからトレーラー、トレーラーが行く。レイアップ決めました。いいですね、この推進力、直進力、突破力がありますと。ジャマリトレーラー、テーブスが空いている。ジェフ・ギブス、渡辺、あっとすり抜けた。このシュートは決まりません。スクリーンかける側もそうなんですけど、使う側も非常にうまいんですよね。スクリーナー、スクリーン立っているところのギリギリのところを通っていくので、はい、ディフェンスがついていけないっていうところで非常にやっぱそこ徹底してますね。まあ、ですから今のも浅山もこう後ろからついていくような形になりましたね。そうなんですよね、前に回り込めないですね。はい、もう少しスクリーン側のディフェンスが対応してあげないと、ボールマン側だけだとちょっと難しいところですね今のところは。渡辺フリースロー1本目決めました。2本とも沈めてさらにリードを広げる宇都宮。広島のポゼッション、古野対渡辺です。ここは高い位置にいる広島、マーフィー、トレーラーのスクリーンを使ってマーフィー、竹内のディフェンス、 LJ ピークから渡辺、戻して LJ ピークがドライブ、そしてギブス、ここはパワーでいくスピンムーブからこのリバウンド争い、竹内が勝ちました。よく取りましたね。いや、宇都宮のオフェンスリバウンド、あ、いいスクリーンですね。本当に素晴らしい。それができて、うん、広島ボールです。滑ったようなアピールをしてますね、ギブス選手。はい、レフリーの判定、広島ボールです。いや、それにしても宇都宮リバウンドもなんか激しいですね。そうですね、やっぱ執念を感じますね、はい、絶対取るんだという気持ちの強さを感じますね。浅山から古野に渡りました。トーマス・ケネディ自ら行って2人いました。あっと、ここは LJ ピーク呼んでいた、笛がありました。古野のファールです。やっぱパスの出るところにちゃんとディフェンスいるんですよね。そうですね、もうわざと出させているような形だと思いますね今のは。トーマス・ケネディに対して竹内、そしてあのギブスもスーッと体を寄せてきてましたよね。そうですね、本当に素晴らしい動きですね。そこから外へのパス、 LJ ピークカットしていきました。ここでレフリーのチェックがあります。アンスポーツマンライクファールになるかどうかというところでビデオチェック。今ですね、コート上では選手たちがハドル組んでるんですけども、やっぱり宇都宮が早いんですよね。こういう瞬間にすぐハドルを組めるっていうのはやっぱり強いチームの象徴的なところだと思いますね。はい、今この時点では両チームこうやってコミュニケーションを取っているんですが、まあ、こういった一つの動きも早いか遅いかというところで差が出てくるわけですね。そうですね、本当にわずかな時間でもコミュニケーションを取るっていうことがやっぱりバスケットの中では大切になってきますね。宇都宮現在東地区の1位、開幕5連勝、千葉の1敗を挟んで現在8連勝中。一方の広島は4勝9敗西地区の7位、前節連敗を3で止めたという広島です。まあ、この広島はまあこれまで NBL 時代2シーズン天皇杯でも宇都宮と対戦あるんですが、あっと、アンスポーツマンライクファールの判定です。そうですね、まあ、手がかかってしまったところかなという感じですけど、まあ、正面にはいたので横や後ろではないように見えたんですけども、まあ、手をかけたというようなボールではないところっていうような判定ではないかと思いますね。はい、宇都宮にフリースロー、さらには宇都宮ボールでの再開ということになります。
さらにリードを広げる宇都宮。あ、そして選手変わります。北川とジョシュスコットが入ります。ただ本当に宇都宮はタレントが豊富です。そうですね、本当誰が出てきても、はい、あのブレックスのバスケットをするっていうのが徹底されていると思いますね。そうですね。渡辺から北川、竹内のスクリーンの反対を行きました。そして北川、スリーポイント決まります。今のもドライブに対してスコット選手がスクリーンをちゃんとかけてるんですよね、はい、それで北川選手がワイドオープン作れてますね、連動したオフェンスになってますね。宇都宮がその力を見せています。トーマス・ケネディ自分で行ってレイアップ決めました。そうです、もう行けるところはもう個人で打開していきたいところですね、はい。広島この、まあ、今の時間帯は本田さん、こう個の力でなんとかこうスコアを稼いでいるというところでしょうか。そうですね、まあ、そこに今部があるというところではないですかね。今広島ゾーンディフェンスで取ってますね、はい。ここを守った広島です。トレーラーがプッシュしていく、戻してトーマス・ケネディの3、トップの位置からリバウンド北川、宇都宮ボールになります。広島の方がボール触る選手が少なくなってしまったのは気になるところですね。宇都宮の方がボールシェアしっかりといろんな選手がボールを触りながらというプレーが竹内の3、ジョシュスコットリバウンド強い。戻して渡辺、ショットクロック残り4秒3秒というところ、スコットフェイダレーシュートは決めてきました。宇都宮の選手は全然慌てないんですよね。ショットクロック残りが少なくなっても、はい、もう確実にあのプレーを選択してますね、1回ダメでもちゃんと状況を見てどうすれば打開できるかっていうのを本当にコートにいる5人全員が分かっているというのが、はい、本当に大人のバスケットといいますか。しましたね、その後のカバーが早いんですよね。早いですね。さあ田臥がボールを運びます。比江島、比江島のステップからノーファール、ノーファールですね。リバウンドケネディ、フルノ、フルノに対して竹内の手が出ました。ファール、竹内は一つ目のファールということになります。ただこのエフピコアリーナ福山、この田臥の出場で少しこのアリーナが沸きました。そうですね、やっぱり楽しみにファンの方多いと思いますからね、マーフィーから浅山、浅山がドライブしていって外キックアウト狙っていきました。マーフィーの3、あっとこれが決まらない。宇都宮北川がボールを運びます。竹内、田臥にボールが渡る。田臥、竹内のスクリーンを使ってちょっとタイミングずれましたかね、はい。ショットクロック残り5秒です。
竹内が、あ、田臥がドライブしていきました。広島ボールになります。ここでオフィシャルタイムアウトになります。去年12月左膝の半月板損傷、まあ、2シーズン感じますね。はい、反対にこうして、はい、そうなんですよ、こういうボールが動きます。北川のポンポンからのシュートは外れてロスターを粘りました。いいですね、ああいうプレー素晴らしいですね。宇都宮ボールドライブしていく比江島、ああよくブロックしましたね。マーフィーのブロックですから、本谷さん、ここで人とボールを連動させたいんですね。あっと、ここは浅山ちょっとずれちゃいますね。やっぱり手が出てくるんですよね。はい、トーマスが強く見てきました。やっぱりパスを出したいところに常にブレックスの選手はハンドワークで手を出してくるので、はい、もうストレートに出せないんですよね。そうするとやっぱり連動が生まれないっていう、よくいいディフェンスをしてますね。ですからこれは本谷さん、プレッシャーは相当なものをかけてきてますね。そうですね、これだけリードしても変わらないですからね。先ほどのルーズボールのところもこれだけリードしてもしっかり飛び込むっていうところで、やっぱりブレックスのバスケットを続けてますね。はい、広島フルのスイッチしました。そうですね、基本的にもスイッチをするんですけども、その後にしっかりカバーができるんですよね。田臥選手がトーマスケニー選手ついているんですけども、そこでやられて今ないですからね。はい、ここで広島3人変えます。トレーラー、岡本、そして田中が入ってきました。その3人と浅山とエチェニケ、その宇都宮がディフェンスの強さを見せているという今日の試合。ここまで岡本から、あっとエチェニケ、これも苦しいパスになりました。そうですね、やっぱりああいうところを見逃さないですね。はい、簡単にパスはさせないっていうところが見えますね。エチェニケ強引に行ったんですが、スコットリバウンド、イカルカがボールを運んで、これライアンロスター、かわした、素晴らしい、フェイクをかけて、あっと守った広島、ましたエチェニケリバウンド。さあ岡本指示を出します。ここでトレーラーのスクリーンを使って浅山に渡す、もう一度浅山、浅山にはイカルが、田中誠也に中に入れるエチェニケ、ロスターがすぐに来ました。いやスコットの裏をかわそうとしたところ、ロスターがすぐにヘルプに来ましたね。そうですね、もう本当にやっぱり広島の選手今攻めてる時にですね、全然その隙を見せることができないと思うんですよね。何かあってもすぐに手が出てくるし、もう体も当ててくるしっていうところで、はい、本当にもうずっと集中し続けなければならない。逆に言うとその宇都宮選手もずっと集中し続けているというところが素晴らしいですね。宇都宮がその集中力を見せて、この点差、
全く気を抜くところがないというところを感じ取れますね。そうなんですね。ロシタからスコット、中で人が動きます。イカルが北川、ここでいいスクリーンかかってますね。北川がスリー決めていきました。ですから朝山のチェックが遅れましたね。そうです。あそこでスクリーン側のディフェンスがですね、何か対応してあげないとですね、はい、ユーザーがそのスクリーン使う側のディフェンスだけではもう守りきれてないですからね、そこをどうするかですね。トレーラーが行く、ファウルがありました。ライアン・ロシターのファウル。ロシターは今日1つ目のファウル。ただ宇都宮はチームファウルがこの第2クォーターここで4つ目ということになります。そうですね、やっぱりまあアグレッシブにいっているのでファウルが混んできてしまう部分はあるんですけども、はい、やはりそこのあたりをどちらを取るかというところでやっぱりアグレッシブさというのは失いたくないというのはあると思いますね。ただそのファウルの、まあ、数でいっても個人ファウルが本谷さんこうそれぞれの選手がまんべんなくファウルをしているようなそんな印象もありますね。そうですね、やっぱりそこあたりは本当にいいチームだなというのを感じますね。はい、このファウル数も、まあ、うまくシェアできているという印象の宇都宮です。トレーラー2本目のフリースローを決めました。広島ここで高い位置からのディフェンスです。そうですね、もうこの点差なのでやっぱりどこかで変化をつけないと厳しいですね。はい、田中にファウルです。田中は2つ目のファウル。ただ今のディフェンスで見ていても本谷さん、田中は非常にこう手を挙げてアグレッシブなディフェンス見せましたね。そうですね、やっぱりもう本当にこれだけの今点差で、まあ、点オフェンスがうまくいってないところもありますのでやっぱりアグレッシブさっていうのは広島に欠かせないところですね。はい、その田中に代わってマーフィーが入りました。宇都宮インサイドはロシターとゾーンディフェンスですね。やっぱスクリーンの対応のところで、はい、まあ、ゾーンで対応するところなんですかね。ロシター、あっとこれはそのゾーンの網にかけました。浅山、速い攻撃から、あっと笛がありません。素晴らしいですね、ノーファールであれを守りきれるっていうのは本当に素晴らしいです。守りきりました。イカルがフリーになっている。スリーポイント、ロシターリバウンド、まあ、一時期を出しましたね。もう一度今度は比江島コーナースリーリバウンド、あ、岡本ここは頑張りました。そうですね、もう執念ですね。今のは一抜け強引なシュートになった。やっぱりブレックスがですね、もう本当に簡単にはシュートをさせないっていうところを徹底してますね。そうですね、ギブス、比江島寄ります。そうです、スクリーンがすぐに来るんでもう体がぶつかり合ってるんですよね。はい、一旦フェイントかけて、あっとトレーラー、トレーラーのブロックショット、ここは守りました。さあ広島、岡本、エチェニケ、岡本のスペースなんですよね。オフェンスのスペースがそうなんですよね、連動してないんですよね。はい、そしてここは強引なアタックになった。エチェニケリバウンドを取って、そのルーズボールになった。よく取りましたね。ショットクロックバイオレーションですね。今岡本選手がアタックしたところにですね、エチェニケ選手がスペースを潰してしまったので、はい、エチェニケ選手がディフェンスかのような動きになってしまいましたね。重なりましたね。そうなんですよね、そこがもったいないですね。まあ、多分もうこの点数ではあるんで自分がっていう気持ちが強くなりすぎてると思うんですけども、やっぱそういう時こそいかにチームバスケットができるかっていうところですね。はい、ちょうどペイントエリア、岡本がアタックしに行ったところにエチェニケというような形になりました。多分エチェニケ選手も自分が何とかしないとという思いはあるとは思うんですけども、はい、まあ、せっかくこの選手がアタックできたところだったので、まあ、そこでうまくスクリーンをかけてあげる道を作ってあげると良かったかなとは思いますね。さあ宇都宮ボールから始まります。 LJ ピークが入りました。もうこれラストショットになると思いますね、はい、自分たちのショットで終わろうというところだと思います。はい、残り5秒というところでアタックしていきました。ロシター、ロシター、ちょっと下がってですね、今のは認められません。ギブス選手がいたのでそこにパスが出せてればもう2点追加できたかもしれないですね。はい、前半終わりました。第2クォーターは
遠藤のスリーポイントから試合が始まるということになりました。まあ、今映像で見てみても本谷さん、こう宇都宮がボールを回してフリーの選手をしっかり作るというような印象ですね。そうですね、やっぱり最初のフロアバランスが非常にいいですね。このイカルガのシュート、このイカルガも、まあ、フリーでシュートを打つということになります。そしてここも比江島からロスターで、その前にこれスコットのスクリーンが効いてるんですよね。そうですね、もうそこでズレができているので、もう楽にパスが出せるんですよね。前半この宇都宮のスクリーンを使った、そのしっかりスクリーンを利用したオフェンスというのが目立ちました。一方の広島のオフェンスなんですけれども、本谷さんはどういった印象を持たれましたか。個の力はあると思うので、そこで打開はできていると思うんですけども、やっぱりチームとしてっていうショットがまだまだ少ないなという印象ですね。はい、チームとしてのショットというと、やはりこの、まあ、宇都宮が見せるような人とボールを連動させるということになりますか。そうですね、スクリーンを使いながらパスを回しながらというところ、本当に5人でボールをシェアしているところですね。まあ、こういった今速攻みたいなのが広島の持ち味だと思いますので、はい、こういったプレーをもっと増やしていきたいですね。トランジションオフェンス、この速いオフェンスというのは広島の特徴です。ただこのオフェンスの特徴を出していくには、もうですね、やはり広島はしっかり守らないといけないというのもありますね。そうですね、今ここの意味でゾーンディフェンスも入れながらやってるんですけども、それに対しても宇都宮はいいスクリーンをかけてるんですよね。そして今日この前半、田臥が今シーズンの初出場というシーンがありました。2シーズン連続で怪我に苦しんだこの田臥なんですけれども、今日はこの福山の地でこのブースターの皆さんに元気な姿を見せています。これが広島、一抜けの2ポイントシュート。ただ広島はこの宇都宮の堅いディフェンスに対して17得点ロースコアに抑えられているというこの前半です。そしてペイントエリアに入っていけなかったですね。いけませんでしたね。前半を終了してご覧のスタッツです。そしてこの中での数字で言いますと、本谷さん、やはりこの広島ターンオーバー8という数字気になるところでしょうか。そうですね、それで宇都宮がですね、ターンオーバーから10点取ってるんですよね。はい、一方で広島はですね、相手のターンオーバーから得点取れてないので、はい、そこの差っていうのは大きいですね。ターンオーバーからの得点が宇都宮が10、広島が0ということになっています。ペイントエリアでの得点が宇都宮が16、広島が8。先ほどもデーさんのお話にありましたけれども、なかなかペイントエリアに入ることができずに、ちょっとタフショットも多くなってますね。そうですね、そしてこの実は張って取ってるんですけども、それ以上におそらく広島選手でペイントに入れてないっていう印象が強いんじゃないかと思いますね。はい、まあ、そのあたりをこのハーフタイムで、まあ、どういった修正をしてきたかということになります。そして今日はこの田臥に、まあ、プレイタイムがあるということになりました。やはりちょっと会場が皆さん沸きますね。そうですね、実際やっぱ田臥選手を見に来たっていうファンの方も多いと思うので、実際コートに出たっていうのはですね、非常に嬉しかったと思いますね。はい、そしてこの田臥が40歳になるんですけれども、アグレッシブなディフェンスの面でもそういったプレーを見せますね。そうですね、やっぱりまだまだ現役ってところをアピールしたい。第3クォーターの入りは田臥はベンチからこの試合を見守るということになりそうです。宇都宮はイカルガ、比江島、そして遠藤にスコット、ロシタ、このスターティングファイブと同じラインナップがこの第3クォーター登場です。まあ、今こうして今コートの中でその5人の選手がもてさん話し合っていますけれども、非常にこのチームの組織力というのを感じさせる前半でしたね。そうですね、やっぱりコミュニケーションが非常に多いんですよね。もう5人選手たちだけでもいろんなコミュニケーションを取ってますので、まあ、そのあたりも強さを感じますね。はい、見守る安西ヘッドコーチ、まあ、前節秋田戦非常に苦しんだところ修正して臨んだという今日の試合、まあ、見事に修正してきて大量点差を生んでいます。さあ広島はどうかというと、こちらは岡本、田中、マーフィー、そしてトレイラーにエチェニケ、こちらもスターティングファイブと同じラインナップです。行きたいですね、やっぱりアグレッシブにスピードあるプレーで広島行きたいと思います。はい、さあそのスピードあるプレー、まずは守りから入るという広島、宇都宮のオフェンスです。さあ第3クォーター始まります。カールガンから遠藤、ここでロシターのスクリーン。そうですね、もうここで守りました。よく守りましたね。スイッチしてすぐ戻りました。あとこのリバウンドがスコット、
回で終わらせたいところですね、広島のディフェンスとしては。はい、宇都宮のセカンドチャンス、ショットクロックは残り5秒、比江島からイカルガのコーナースリー決めてきました。もっと落ち着いてるんですよね、ショットクロックが少なくても全然慌てないですね。はい、イカルガがコーナーで待っていたところ見事にスリーポイント沈めました。岡本からマーフィー、目の前にはスコットがいる。マーフィーからエチェニケ、岡本もう一度作り直す、ドライブしていってコーナーにマーフィーのスリー決まりません。ああいったプレー決めていきたいですね。はい、宇都宮はロシターのスクリーン、それをファイトオーバー岡本かわしていったんですが笛がありました。先ほどはスクリーンに対してスイッチというプレー、今度は岡本ファイトオーバーしっかりついていきました。そうですね、まあ、今いろいろなところで駆使してやっていきたいところですね、広島としては。はい、ロシターからイカルガ、速い展開、フリーになっている。リバウンド岡本、ここ走りたいですね。岡本、マーフィーが走りますが田中、エチェニケ戻りも速いですね。速いですね。広島ハーフコートが作り直しということになりますが、逆に速攻出されてしまいましたね。比江島レイアップを作ってきました。宇都宮の激しいディフェンスが続きます。30点差ついてたと思えないほどアグレッシブやってきますね、宇都宮。はい、ここはエチェニケを呼びます。エチェニケから岡本、このコンビネーション、はいはい、リバウンド、エチェニケファウルです。とかアタックまではいけたんですけどもね、その後のショットパスに対しても宇都宮がしっかりとディフェンスをしてますね。はい、この後です。もう常にやっぱ手が上がってるんですよね、宇都宮選手も常に手を上げて、もう簡単にパスをさせない、シュートをさせないというのはもう徹底してますね。徹底してますね。ここはイカルガにファウルです。イカルガは個人ファウル1つ目です。エチェニケのフリースロー、まあ、こういったところを広島としてはしっかり決めていきたいところ。B1 でもその強さを見せているこのグレゴリーエチェニケ、広島の大黒柱です。フリースロー2本沈めました。前から当たっていきますね。いますね。あっと、ここはトレーラー狙っていた。マーフィーがボールを持つ。ここは決めたい。マーフィー自分で行ってバスケットカットアンスロー。いやー、もてさん、ここは広島が今日の試合初めてと言ってもいいかもしれません。いいプレーが出ましたね。そうですね、もうこれを続けていくことですね。特にマーフィー選手、今みたいなプレーでエンドワンバスケットカウント決めていけると思いますので、はい、もうここで一気に行きたいですね。代表入りを狙う大型新人です。バスケットカウントワンスローしっかり決めました。ここはスリーポイントプレーになった。このまま続けたいですね。前から当たっていく広島のディフェンス。比江島、イカルガ、ロシターのスクリーンが今ありました。ただゾーンに対してもいいスクリーンをかけるとオープンできてきますからね。比江島のスリーは決まりません。このリバウンド、広島ボール、この後ですね、このポジションですね。トレーラーからエチェニケの裏を狙う。よく通りました。いいですね。いいプレーです、ね。ボール下切れていきました、エチェニケ。さあ、ここは広島の連続ポイントということになりました。そうですね。こういったことが続いていくと広島の流れにもなってくるかなと思いますね。はい。ツースリーのゾーン。そのゾーンに対してもしっかりいいスクリーンかけてくるんですよね。ここですね。あっと、これは広島マーフィー対ロシアロスター。素晴らしい。その壁を越えていきました。レイアップ見事に決めました。広島は3連続ポイント。たまらずここで宇都宮タイムアウトです。いいですね。おそらく、まあ、ハーフタイムの間に広島の方ではホットヘッドコーチからそういった指示があったと思う。
から外、遠藤、スコットのスクリーンを使う、あっとコーナー、比江島が空いていました。エチヌキのブロック、ブロック手を挙げてリバウンドトレーラー、ここも守った広島、じりじりとその差が縮まっています。30対50、田中トレーラー集まってますね今ね。そうなんですよね、せっかくのチャンスだったんですけどもね。赤いユニフォーム、このオレンジのユニフォームが今集まっていたの、田中のスリー、そのスクリーンをかけるのかスペースを作るのかっていうことをはっきりしないと、どっちつかずのところにいてしまうと、はい、先ほどあったその味方がディフェンスになってしまうようなケースが出てきてしまうので、そのあたりのフロアのバランスですね、スペーシングですね。そうですね、スペースのコントロールの部分ですね。宇都宮選手変わります。比江島に代わって渡辺、ただ広島のディフェンスがここは本谷さん、いい部分を見せてますね。そうですね、後半にあって少しエンジンかかってきたように見えますね。テーブス、中にいるジェフ・ギブス、ペイントエリア外に出して、遠藤トレーラー、あーっとよく見ていました。ショートコーナーでうまくスペース取ってましたね、スコット選手。そしてこのオフェンスリバウンドも強いのも宇都宮。テーブスアタックしていて、あーっとファウル、トレーラーのファールです。オフェンスがいいバランスでフロアにいるので、オフェンスリバウンド取りやすいんですよね、はい、だからいい循環が生まれてますね、宇都宮の方が。前半も非常にこのオフェンスリバウンドの数が多かった宇都宮です。あっとここはコーナー、フェイク入れて2ポイント決めました。落ち着いてますね、どの選手も落ち着いてプレーしてますね、はい。まあ、これが東地区1位の実力というところ、宇都宮。トレーラーが、あっとこれはジェフ・ギブス、ギブスにファールです。そうです、今かなりあの位置から逆に行けっていうのはすごいですね。やっぱりアスレティックなプレイヤーですね。なかなかそれに対してギブスにも反応ができなかったというところですね。左からぐいっと体を動かしていたトレーラー、そのトレーラーボール下にいる、リバウンド、よく取りましたね、岡本です。いや、この岡本がリバウンドで非常に存在感を見せています。あっと、しかしこのパス、ギブスがカットしたところ、岡本にファールです。この岡本からトレーラー、ここです。そうですね、テーブスですが下がってたので自分で打っても良かったんじゃないかなとは思う場面ではありましたね。結果パスを戻したところ、ギブスのカット、渡辺です。ここでギブスのスクリーン、渡辺自分で打って決めました、スリーポイントシュート。いやー、こういったところで決めるのが渡辺です。そうですね、11年目の32歳、ベテランの力を一つ見せました。岡本からトレーラー、トレーラー、トレーラーが行く、スコット、いやスコットのブロックを上を抜けていきました。さあ、ここは一つ広島守りたいところ。宇都宮リズムを作れるか、テーブス、あーうまい、あーギブスのスクリーン、もう完全にオープンになりますね。クローカーのシュート決まりません。エチェリキがボールを運んでいって、田中に渡します。田中スリーポイント、リバウンドスコットです。わずかな差なんですけどね、スクリーンの精度がやっぱり違うんですよね、広島と宇都宮では。スクリーンかける側も使う側も、もうヒットしますよね。そうですね、もうディフェンスぶつかってしまうんですよね、はい、その差ですね。テーブス、キャッチアンドシュート、リバウンドはトレーラーです。能力は非常に高いですね、トレーラー選手。そうですね、一旦戻す、セットオフェンス、エチェニケが来ます。ここでこのエチェニケのかかってないんですよね、スクリーンが。マーフィーのロングツー発射となりました。遠藤から渡辺、あっとゴールした、ワンテンポ遅かったですね。もうキャッチした瞬間にスコット選手出してればどうだと思うんですけども、ちょっと迷いがありましたかね、そこをトレーラーカットしていきました。広島3人の選手が変わります。田渡、朝山、トーマス・ケネディが入りました。
トレーラー選手が非常にアスレティックでしたからね、今そこでなんとかつなげた部分もあったと思いますが、また違うラインナップでどう出てくるかというところですね。はい、ギブスから渡辺、あーピックアンドロール、ギブスがサイズの差があったそうですね。顎に当たったか顔に当たったかレフリーが止めましたね。はい、かなりサイズの差はありますからね、今振り下ろすような形でぶつかってしまいましたので、20センチ差あります。宇都宮選手の交代、22番ロシタ入ります。選手変わります。宇都宮ロシターが入ります。コート内はロシター、 LJ ピーク、さらにはテーブスカイ、竹内、そして渡辺というラインナップです。さあボールを運んでいく田渡り、ここはどんなオフェンスのオプションを見せるでしょうか。朝山からエチェニケ、ポストプレーいくか、強引にいった、笛がありました。ファウル、ロシターのファウル、ロシター2つ目のファウル、チームファウルが5つ目ということになります。フリースローが2本与えられます。第3クォーター残り1分56秒。今広島選手たち集まるのが早かったですね。おそらくフロッピーアクションという動きになるんですけども、そこのタイミングがちょっと違うんじゃないかというところで今5人で話してたような形ですね。スクリーンを2つセットして2人が動くんですけども、はい、そこのおそらく出方なのかタイミングなのか、浅山選手が手でシグナルしながらやってたので、おそらくそこの修正を今したんじゃないかなと思いますね。お39歳キャプテンの浅山、その辺りは経験も豊富、ゲームの勘どころもよく知っている選手です。ロスターに激しく行く浅山、テーブスがボールを取って落ち着かせます。ロスターのスクリーンがここはかかりませんでした。これスイッチしてるんです、ミスマッチができている。竹内からテーブス、今浅山狙ってましたね。そうですね、ちょっと今宇都宮もリズムが作れなくなってきましたね。はい、やはりアグレッシブになってきたことによって少しずつ宇都宮もテンポが変わってきているようなところがありますね。今ここチャンスですね、広島としては。それは広島のディフェンスが変わってきているからというところですか。そうですね、やっぱりプレッシャーのレベルが前よりも上がってきてますので、おそらく前半の形では今いけなくなっているところですよね、宇都宮側としては。ハーフタイムでの修正というのが効いています。この第3クォーター、広島田渡り、トーマス・ケネディのスクリーンをうまく使おうというところですが、狭いんですよね。あとダブルチーム2人来ているところ、トーマスケネディかわしてシュートでいった竹内がチェックに行っていました。あチェネケリバウンド強い、ゴール下、宇都宮ボールに変わります。今のもスペースが狭いので宇都宮の選手がダブルチーム行きやすいんですよね、はい、あれ離れてると簡単にはダブルチーム行けないんですけども、どうしたー、よく決めました、素晴らしいポイント。ここ決められたのは痛いですね。せっかく自分たちのペースに持ち込めるかというところではあったと思うので、まあ、それを使いました。そうですね、ちょっとズレがあった。そうですね、
トーマス・ケネディのスクリーンを使って浅山、しかしこのトーマス・ケネディに渡りました。川谷のスリーポイント、リバウンド LJ ピーク。ちょっと誰で攻めたいのかっていうのは広島はっきりしないんですよね、はい、みんなが自分が攻めたいっていうのが見えてしまいますね。だからやっぱずれちゃうんですね、タイミングが、はい、LJ ピークに浅山がついてます。あ、ロシターのスクリーン、ね、ロシターにはトーマス・ケネディ一抜けヘルプに行った。あ、リバウンド竹内、ブロックショット、トーマス・ケネディ、このルーズボールですね。ボールが戻ってきたのを竹内が取った。ジャンパーは一抜けリバウンドです。3クォーター終わり、最後のショットになりますね。残り3秒2秒、トーマス・ケネディのスリーポイント決めてきました。最後広島、トーマス・ケネディのスリーポイント、なんとかつながったというショットになると思います今のは。さあ、このトーマス・ケネディの3点が次につながったでしょうか。37対58、第3クォーター終了して、この後第4クォーターに入っていきます。第3クォーターになりました。まず流れを変えた本さん、このマーフィーのアタックというのが非常にチームに勢いを与えましたね。そうですね、本当にそこで一気に息を吹き返しましたね、はい、そしてディフェンス、まあ、リバウンドでもオフェンスでも非常にこの存在感を見せました岡本。そうです、やっぱこういう強気なプレーっていうのを見せていってほしいですね。身長は170センチの岡本が発するプレーを見せて、そしてこの代表を狙う大型新人のマーフィーが一つ勢いをつけました。さあ第4クォーター始まります。田渡浅山、そしてトーマス・ケネディにトレーラー、マーフィーの姿もあります。田渡には今ロシターがついています。浅山にはテーブス海、そしてトーマス・ケネディ、いやしかし竹内ブロックに行ってみました。そうですね、いいアタックだったんですけどもね、ディフェンスが上回りましたね、はい、ここはあっとロシター強い、バスケットカウントワンスロー。いやー、第4クォーターの最初でこのプレーが出るというのは本さん、やはり、まあ、ロシターが流れをグッと持ってきましたね。そうですね、やっぱりクォーターの入り方っていうのは本当に大切ですので、やっぱそこが分かっているっていうプレーですね。バスケットカウントワンスロー、ロシターのフリースロー、あっとこれは外れました。今日ロシターフリースロー、これで3本打って3本とも沈めることができません。川谷、マーフィーが持つトレーラーのスクリーン、マーフィーが抜けていった。いいですね、素晴らしい。いや、2人の間を抜けていきましたね。うまいですね、本当にああいうところ素晴らしいですね、マーフィー選手。さあ、マーフィーが当たって今年も1つその持ち味見せました。ロシターから、あっとここは浅山、浅山のリバウンド、浅山のディフェンス、あっと LG ピック振り返っている、スリーポイント決めてきました。そうですね、浅山選手よく出たんですけど、その後のヘルプがもうちょっと早く欲しかったですね、まあ、LG ピックらしいコーナースリー、さらにリードを広げる宇都宮、トレーラーから川谷、マーフィーです。テーブス、マーフィーとテーブスのマッチアップ、少しリズムを作ってスリーポイント、あ、ツーポイントシュート、トレーラー、あーっと笛がありました。そうですね、テーブスのファウル、そうですね、ここでマッチアップがちょっとなかなか見応えがあるところですね、はい、22歳のマーフィー、同じく22歳のテーブス、このマッチアップ
まさに時代を担う者たち同士、まあ、いわゆるモテさんの八村世代というね、そうですね、ますけれども本当に楽しみな世代ですよね、はい、トレーラー1本フリースロー沈めました。今日もこの突破力でチームに勢いをつけているというトレーラーですが、ここはフリースロー2本目は外れて、渡辺がボールを運ぶ。かなり高い位置で時間を作ります。竹内、テーブス、 LJ ピークにボールが渡って、このシュート、リバウンドは浅山です。さあ広島はどう攻めていくか。トレーラーのスクリーンを使ってトーマス・ケネディ、テイクを入れて外に出しました。もう一度トーマス・ケネディ、はい、あーっとギブス、あートラベリングで ですかね。ちょっと突き出しが遅かったかなというところですか、まあ、いいフェイクでディフェンスも反応してくれたので、はい、惜しかったですね。まあ、ああいったプレー続けたいですね。宇都宮ボールになります。ジェフ・ギブス、テーブスから渡辺、あここでも竹内のスクリーン、いやここは LJ ピークです。ピークは中に行ったところ、トーマス・ケネディがボールを拾います。ケネディから田渡り、田渡り、田渡り対竹内というところ、ピークカット、パスが、まあ、ここ守りきれば、テーブスから渡辺、竹内がここにいる。ケネディが一つボールに触りました。もう一度作り直す宇都宮のオフェンス。テーブス、竹内のスクリーンを使って外、 LJ ピーク、スリーポイント、これが決まります。よく決めますね。いやー、ピークが持ち味を出してますね。そうですね、やっぱりあのこれまでのですねスクリーンに対するディフェンスの蓄積が今広島を最も得意とするエリア、
そこからスリーポイント沈めてきます。ピークはこれ3本連続スリーポイント決めたということになります。さあトレーラーのジャンプシュートは決まりません。竹内リバウンド、テーブスが速い攻撃を見せていきます。レイアップ決めました。テーブス海、ちょっと今のはもったいないところですね。シンプルにアタックされてしまいましたね。はい、ちょっとこうディフェンスにスペースができてしまった広島です。田中からトレーラー、トレーラーと竹内です。さあ強引に行くか。このリバウンドはギブスです。ギブスが体の強さを見せました。そうですね、本当強いですね。はい、渡辺からテーブス、テーブスペイントよりアタックしていく。あーった、竹内がここにいた。ドライブしながらしっかり周りを見ているんですね。で周りの選手もどうすれば合わせられるかというタイミングよく測ってますね。測ってましたね。見事なコンビネーションを見せました。テーブス海と竹内康介、ここでズレを作った広島。ああ、ゴールした。いいプレーですよ。3人の連動ですね。フルの選手、はい、いいですね。フルの選手やっぱピックの使い方非常にうまいですね、ですから今のはフルのトレーラー、エチェニケ、この3人が関わったんですね。そこの連動がうまくできてましたね。さあ竹内から渡辺、手を上げてディフェンスはフルの、ここはスイッチ、竹内が空いていました。ここでリバウンドはエチェニケです。さあ今度はフルノがどういったオフェンスを見せるか。エチェニケを再び呼びます。このスクリーン すぐにエチェニケが開いた。あーうまい、あーっと浅山がいました。いいですよ、これはいい形になってきましたね。もうフルノ選手は確実にゲームを支配しつつある感じですね。今の流れではオフィシャルタイムアウトに入ります。まあですから本谷さん、このいわゆるスクリーンの形、チームだろうと思いますね。まあ、その中でこの広島の在籍していました宇都宮のイカルが、もう宇都宮のまポイントガードとしては自分の位置をしっかりと作っています。さあ遠藤からイカルが、そのイカルがからギブス、もう一度戻してイカルがポーンとボールを入れた。竹内、前にエチェニケがいる。遠藤から北川、いいですよ、いいディフェンスしてますね。広島ショートクラック残り5秒です。侵入してきて遠藤のフローターシュート、ね、惜しかったですね。今もう一歩守れればというところだったんですけども、やっぱりちょっと足に来ているのかなという感じはしますね。足が出なかったですね、はい、フルの今度はトレーラーです。トレーラーを使うエチェニケ、あっとこのボールは、いやエチェニケなんとか粘った。あ、決めました。強いですね、バスケットカウントワースロー。ギブス3つ目のファールです。そうですね、やっぱりここサイズのミスマッチは間違いなくありますからね、はい、20センチ差っていうのはやっぱり埋められない部分もあると思いますので、ただそこすぐ今もう変えてきますかね。あ、修正して、いやでも竹内選手ですね。そうですね、ギブスはそのままです。竹内に代わってジョシュ・スコットが入りました。さらにテーブスも入ってきているという宇都宮です。さあゴール下ペイントエルでエチェニケがその存在感を今日も見せています。このバスケットカウントワンスローも沈めました。さあ広島はここからディフェンスをしていきます。テーブスには田中がついています。
北川、あ、ゾーンですね、はい、ゾーンディフェンスで引き続き守って珍しいミスが起きましたね。ギブスとスコットが話をしています。アウトオブバウンズで広島ボール、エチェニキに代わってケネディが入りました。ケネディがボールを運ぶ田中です。北川も手を出していきました。手が出てきますね。本当にちょっと油断するとすぐ手が出てきますね。出ますね。いや、これが試合開始からずっと変わらないというのもすごいですね。そうですね。さあ、フルのテーブス、このテーブスもしっかり守ります。おっと、これはズレができている。トーマス・ケネディ、もう一度フルの、さあ作り直し、あっと、ここはテーブスがうまくディフェンスに対応しました。ディフェンスが良かったですね。フルの選手、分かったですよね。あっと、ブロックショット、スコット。さあ、そのディフェンスでいいプレーを見せたテーブス、一旦作り直します。無理をしません。あっと、これは手が出ました。いいですね。トレーラーからファストブレイク、ちょっと間に合わなかったですね。さすがのマーフィー選手でも、あの位置は間に合わないですね。あと一歩。いや、でもこのディフェンス続けることですね。広島はいいディフェンスができてますので、はい、あと宇都宮も苦しんでますから、これを継続したいですね。さあ、テーブスがレッグスルーからボールを運んでいく。ここフリーができています。このところがリバウンドはマーフィー。宇都宮がやはりオフェンスではしっかりスクリーンをかけてフリーの選手を作ってきます。フルノからケネディ、田中とテーブスのマッチアップ。田中からトーマス・ケネディ、ここチャンスですね。広島、はい、ミスマッチができているところでした。スコット選手がすかさずカバーに来ましたね。いやー、チームで守ってきます宇都宮。北川、ギブスが、おっと、力でいく。ケネディだ、おっと、手が出ました。ケネディのファールです。いや、ギブス、やっぱ体強いですね。強いですね。あ、ここで選手変わります。広島、森山が入りました。田中に代わって森山です。田中選手も今日かなり消耗していると思いますので、はい、やっぱり明日もゲームがありますからね、そこへの向けてというところもあると思いますね。変わって入った森山、まあ、限られたプレータイムの中で、まあ、存在感を出せるかという選手は2年目の選手です。そうですね、まあ、こういった時間帯でやっぱり自分のできることってアピールすることっていうのがやっぱりプレータイム少ない選手にはポイントになってきますね。はい。あ、そしてさらに広島、荒尾が入ります。トレーラーに代わって荒尾、森山ともに前節は残り1分52秒からの出場でした。マーフィーからフルノ、ケネディのスクリーン、あっと、マーフィーにケネディが指示を出しました。そしてケネディにもう一度渡す。このバーッと決めてきました。これはうまいですね。こういうところ本当に素晴らしいですね。ケネディ選手、ケネディの2ポイントシュート、ふっと空いたところを見逃しませんでした。遠藤からなんか今広島のゾーンを宇都宮攻めあぐねてますからね、はい、これを継続したいですね。あっと、ここは北川、フリーからの3ポイントは沈めてきます。本当フリーになってしまうと決めてきますね。そうですね、それをさせないというところですね。はい、マーフィーが自分で行く、戻してフルの、あっと、これは合いませんでした。ケネディへのパス渡りません。ライン終わります。谷口選手も出てきましたね。出てきましたね。ケネディに代わって谷口が入りました。ですから今広島は普段プレータイムの少ない選手、森山、荒尾、谷口、この3人が入ってきています。ここでフレッシュな選手たちがしっかりと頑張ってもらいたいですね、はい、そしてこのゾーンディフェンスしっかり広島としては遂行したいですね、最後まで。そうですね、まあ、今なんか、あーっと、なんかパスが通ってしまいましたね、ゴール下に侵入を許したというディフェンスになりました。スコットのポイント、
のはなかなかやっぱりここまで出てなかった選手がこの時間で出てきて難しい部分もあると思うんですけども、はい、やっぱりその限られた時間の中でしっかりできることっていうところが大切になってきますね。はい、このマーフィーのパスは少し勢いが弱くなりました。あーっと谷口の下がりだけのフェイダーシュート決めました。いや素晴らしいですね。この時間帯で出てきてしっかりシュートを決めるっていうのは素晴らしいと思います。いやそうですね、谷口2メーター1センチなんですけれどもアウトレンジからのシュートもあります。さあこのディフェンサーとかこれを先ほどとショートコーナーのところがやっぱりギャップになってるんですよね。やっぱそこのケアですね、同じ形でしたね。あっとこれは笛がありました。ギブス選手のファールですね。はい、まあ、手が出てましたのでそれに対するファールですね。ギブスは3つ目のファールということになります。まあ、第4クォーター残り 41.6 秒というところですけれども、お手さんやはりその明日のゲーム2もあるという中で、はい、先ほどのまあゾーンディフェンスもしっかりこう宇都宮に対抗できるところ広島しっかりやりたいですね。そうですね、まあ、終わり方っていうのは本当に重要になってきますし、まあ、今日もこれだけのファンの方が来てますからね、はい、やっぱりどういう風な終わり方をするかっていうのは大切だと思いますね。マーフィーの3リバウンド森山、あ森山頑張りました。ここからのスリーポイントを決めました。いいですね、リバウンドオフェンスリバウンド取ってシュートを決めるっていう、まあ、こういうことの積み重ねがやっぱりプレータイム少ない選手は重要になってきますからね。はい、いや開幕戦大阪戦以来のポイントになりました森山。あここはもう宇都宮も攻めてきません。84対54、点差30点というゲームになりました。この広島と宇都宮のゲーム1、今ブザーが鳴りました。試合終了です。広島ドラゴンフライズ対宇都宮ブレックス、このエフピコアリーナ福山での第9節ゲーム1、点差30点。じゃあ本谷さん、やはり宇都宮が東地区の首位らしい試合というのを最後までやりましたね。そうですね、本当にまあ最後までやり続けたっていうところはですね、やっぱり相手に対するリスペクトもあったと思いますし、まあ、お客さんに対するメッセージもあると思うんですよね、はい、素晴らしいチームだと思います。その中で広島がこの第1クォーターからこの第4クォーターまで、第3クォーターでは自分たちの